T1 ゴールジャパン竹島特別ガマゴールボートの解説69周年記念競争予選突破メンバーによる次なる関門準優ステージ、まずはファースト勝負を迎えています。シリーズ完全に波に乗りました石渡哲平が絶好役番で登場であります。地元スーパースターたるものを証明するか、ブラック工事過去何度もガマゴーリいい仕事を見せていますが、池田工事今節なりを潜める同盟性そろそろ見せるか、白井英治、そして日々出足強化で不気味な存在でありますが柳生泰治、方向性を変えてからレース足アップで完全にリズムに乗ってまいりました中野次郎、最アウト外でも一発あるパンチ力を決めますが中田龍太、枠番通りに石渡、池田に白井、奥に三者が下がり柳生、中野に中田です。風は南東、左横風ベースで不安定ではあります。最初の準優バトルから誰が勝ち上がるのか、石渡池田が人気を集めています。カードには柳生が下がって枠成進入での3対3 10秒前、1番2番3番4番5番6番です。最初の準優勝戦第9レーススタートしました。1番艇が交代にトップ3と1号艇の石渡哲平並んでいる。2番4番あたりがいいダッシュ、石渡まずはコーナー先手を取った。池田浩二が外の攻撃止めてサス展開バックに入った。石渡逃げたか。2番手争いは2号艇池田浩二、アウトは3号艇白井英治、真ん中には5号艇の中野次郎、イン6号艇の永田龍太。前提スタートは正常であります。イン解消1号艇の石渡哲平であります。2番手争い6号艇潜り込んだ中田龍太、前をしっかり取りながら池田浩二が切り込む旋回、3号艇内をすくった白井英治、ホーム構成変えたんですが、おっとクレカラット、3号艇の白井英治は2号艇と大人が接触、2号艇の池田浩二が現在優勢であります。3号艇白井英治が外へボートを出して、アウト6号艇中田龍太が果敢な強襲撃、しかし2号艇の池田浩二までは届かず、1番2番が上位を形成はこのカードの人気の2人で、石渡哲平に池田浩二であります。6号艇中田龍太の後方、3号艇の白井がまだまだアタック観光であります。6号艇中田龍太絞って抑える、前が若干詰まって3号艇開いている白井英治、6号艇中田龍太もコンパクトに回りきりまして、3番手6号艇の中田龍太でありますが、前の2号艇に池田とは距離の方が3艇身半から4艇身であります。最初の準優勝戦の第9レース、石渡哲平イントップタイミングで押し切り成功、続く2号艇の池田浩二、3番手6号艇中田龍太、しかし追走3番手という状況で1、2、6、この辺りで台形の方が固まってくるか。最初の準優勝戦、白井英治が4番手の5号4号艇、八木2号艇の中野次郎が続いています。今最終コーナーを石渡池田に中田で、1番2番6番で先頭1番の石渡哲平、ゴールイン2着で2番の池田浩二、3着6番の中田龍太、3番白井4番柳生でラスト5番の中野ゴールイン。